今回はですね、1分でわかる姿勢を崩さずに自分のスイングをする方法についてのワンポイントをお伝えしていきます。ためを作ったこの後ろの股関節ですね、ここにシワが入っていって少し深く入っていくと思うんですけども、ここの力が早く抜けてしまうと、うまく姿勢を保持することができずに崩れて打ってしまいます。そのためのワンポイントなんですけども、よくまあ前足は上げたり、こう寄せたりとか、そういった動きっていうのはあると思うんですけども、前足から動かしてしまうと、実はその股関節に入っていく動きっていうのが少し作りづらいです。なので、打つとき、バッティングをするときのワンポイントとしては、この軸足から始動していくっていう感じですね。右への股関節から動かしていくようなイメージでいくと、力がこっちにかかって、前の足がどちらかというと上げるというよりは上がってくるっていう感じになります。もしくは動いてくるって感じですね。自分で動かすと入らないです。こちらから動かして上がってきて、そういう風にやってくると姿勢がしっかり保持できますので、そちらを一つワンポイントとしてやってみてください。はい、今回の動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。